疹がちょっと起こりそうです、ね、やっぱり水と引いてくるんですよね、うん、はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いてるめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。はい、ご無沙汰してます、あやねです。はい、サングラスに隠されたその瞳の奥には何が映っているのか、何でしょうね。はい、久々の芸能者のあやねさんとのコラボでございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、今年もよろしくお願いします。はい、あやねさんとのコラボは一発目なんですけれども、はい、年末のね、はい、紅白歌合戦、はい、当てましたよね。当たってました。だからあの時に、はい、あなたがまず、ジャニーズ一組出るっておっしゃって、はい、いやこの世論的にそれはないと、はい、で俺占っても、いや現ジャニーズはないと、はい、うん、で、じゃあ元ジャニーズってあやねさんおっしゃったんで、うん、僕も占ったらもう元ジャニーズ一組出るわ、うん、郷ひろみはもうなこれはちゃうわなという話していて、ほんなら男組が出ることになったと、うん、だからコメントや僕メッセージが来て、うんうん、俺らの動画を見たね、はい、それで知ったという。あ、そうですか。ほんであの時にだからあなたがおっしゃってたのが、はい、うん、ジャニーズ一組出るって一っていうのをずっと言ってたやんか、はい、一組一人って、はい、で俺としちゃんスマップ、うーん、でもまあでもなかなかこれないやろなみたいな、うん、で私もわからなかったんですよ、うん、岡本くんが男組の、はい、まだジャニーズにおって、はい、あの時点で、あの時点でいて、え、そうなんですか。ほんで紅白出るために、うんうん、あの旧ジャニーズスマイルアップを抜けて、なんていうかもう抜けたんやったらええわって世間的にも成り立つから、はい、ほんで男組 OK になって、なるほどね、うん、後からまたエージェント契約するとこのまたなるんかもわからへんけれども、はいはい、とりあえず紅白出るためには抜けて、だからあんたあながち間違ってないのよ。 あの時現ジャニーズやったから、あ、私違う人なんかな、うん、ほんでもう全員、はい、まあとりあえずもう岡本くんが抜けたことによって全員元ジャニーズになって、ノーマークですよね。でも男組っておっしゃったもんね、うん、いや俺男組は言うてない、言ってます言ってます、言いました、男組も言うたか、言うたか、言うたか、はいはいはい、今活躍してるね、スマップ、としちゃん、それ言うてたか、そう、だからドンピシャみたいな、だから、はい、うん、でタロットで出て元ジャニーズはあり得るって出たから、そうよね、うん、ほんで、まあ、結構ジャジメントが出とったんで、はいはいはい、ね、やっぱり縁のゆかりの強い人っていうね、うんうん、もうこの郷ひろみさんどころではないっていう、まあ、多分だいぶ前にやったね。まあそんなこんなでね、そうやね、はい、よかったです、はい、ちょっとドキドキやったので、旧ジャニーズつながりで、はい、よかったです、堂本くんがあ、なるほど、はい、結婚されましたけど、あ、おめでとうございます。相手誰やった、ももクロさんって、ももたかなこちゃんやったっけ、ももたかなこちゃんやったっけ、せっかくやから、まあ、それもまた占うかなと、はいはい、後ほどそれ占わせていただきますけれども、はい、ほら今日何を占うか、まあ芸のネタとしては、うん、堂本くんのこの結婚がどうなるのか、はい、でね、あとね今噂になってるのが、うん、あの子亀梨くん、あ、うん、はいはいはい、亀梨くんと田中みな実さん、田中みな実ちゃん、あ、なんか不安的にはもうそれはやめてみたいな感じなんですけれども、なるほどね、うん、私も亀梨さん好きなんで、はいはい、亀梨君と美波ちゃん、はい、そしてまあちょっとこのね、あの地震というか、うん、ちょっと世の中どうなるかというのをね、うん、はい、占い今年ね、どうなっていくかっていう、うん、はい、ですね、はい、はい、ちょっと今日はやってみたいと思うんですけれども、はいはい、あのほんならまあちょっと世の中どうなるかをちょっとやってみましょうか。そうですね、ほんでこれちょっとこれ今メッセージいただいたんですけど、はい、これ何スピリチュアル系の方がみんなこう神様がこうおっしゃってるみたいなことを天からメッセージ受けたのを、あ、っていうかみんな同じことを言うって感じなんですか。ですね、うん、私はもう2年3年ぐらい前からちょっと夢見てて、はい、で、あの、なんていうかな、言葉をずっとね、うん、おっしゃられるんですよ、はい、で誰が神様的な方、うん、神社に行ったりだとか、はい、まあ、こういったスピリチュアルの方面に入っていくようになっちゃったんですけれども、うん、ご時世の話になってきて、うん、実は不思議な話があって、癒し人っていうかね、スピリチュアルの
方が増えてらっしゃるっていうか。あ、なるほど、はい、じゃあ僕ちょっとじゃあこれ、はい、代読してください。読まさせていただきます、はい、皆守られているということを知ってほしい。当たり前の日常は決して当たり前ではなく平穏にある。この日常は素晴らしくありがたいことなのだと。感謝の気持ちを持たれよ。自身の力に過信することなく、この当たり前にある日常に感謝の気持ちを持つのだ。互いを思いやり、慈しむ心を持ちなさい。そして心を整えよ。互いに寄り添い、助け合い、一丸となるのだ。皆に優しい存在となれるよう、一人一人が気持ちを整えるのだ。皆、一人で生きているのではない。他者と手をつなぎ、生きているのだ。不安を恐れ、嫉妬や執着などの負のエネルギーを手放しなさい。過度に恐れる必要はない。負のエネルギーは闇の餌食となり、闇の餌となり、人やこの世を変える。感謝と他者を思いやる心、そして自分自身も愛しなさい。その心、すなわち愛が全てを癒し、光のエネルギーになって天宇宙に届く。まだ間に合う、はい、なるほどね、はい、あのね、僕もまあこれ見て思うんですけど、はいはい、まあちょっとあんまり大げさな自分一人で世の中をなんとかしなきゃって思い込みすぎるとダメやと思うんですよ。そうですね、もう自分が関わってる世界だけでいいですね、うん、そこをもうこうね、うん、例えば俺心がけてるのはな、うん、空手やるじゃないですか、はい、俺はだいたい肩選手なんで朝終わるんですよ、うん、終わって、あ、勝った、イエーイって帰るんじゃなしに、うんうん、午後から組手の仲間たち来るんで、はい、僕はもうバトンを渡すために、うん、俺優勝したぞ、うん、をみんな一緒に、うん、あの組手組も頑張って、俺空手着着替えずに自分の試合終わっても、うん、空手着着たままで後でみんな頑張って入賞してトロフィー持って写真撮るな、うん、お前らも頑張るよ、ほらトロフィー触っとけ、俺のパワー受け取れ、バトンを渡す役割を僕はしてるんですよ、はいはい、で俺が勝と金田さんまだ買ったから、あ、俺らも頑張らななって気持ちになってくれるわけでしょ、うん、一人一人の試合コート全部回って俺応援すんねん、動画撮んねん、うん、頑張れ頑張れ、絶対大丈夫やから励ますね、うん、ほんでみんな、まあ、勝ったやつ負けたやつ出てくんねんけれども、うん、一緒に、はい、写真撮れた撮れへんかったもあんねんけどね、まあ、まずその自分の折れるところからそうやって書いていく、来たお客さん、うん、まあもうそれはもういろんなお客さん来るからさ、うん、もうその真剣に向かい合えるのはその時だけやけれども、うん、もうこの人ちょっとこれ言わないな、俺嫌われてもええわぐらいできついこと言う時もあるし、うん、だからまあそんな感じで、うん、もう自分とが関わってる世界、自分が関わった人たちにはまあ本気で向かい合ってちょっとでも良くなってくれたらいう気持ちで、もう僕はだからあんまり大きいことはねできないんでね、うん、だからそのこの今回の地震の時も幾度のこうのじゃなし、まず俺のそのできること、ね、同じ新曲新会の道場あそこにあるからすぐ連絡して、なんかあるんや、もう建物崩れてえらいことになってるんやったら、もういろどこあそこ行ったところでどうしていいか分からへんから、うん、まずそこが何かあるんやったらまずそこ助けに行こうと思う、うん、連絡しても大丈夫やって、あ、そう、みんな大丈夫やって、さやか、まあとにかく、まあ、ちょっとボランティアセンターでもまだできると思うからね、はい、そうなったらあの俺余裕あったらボランティアセンターに行って、うん、あそこからこう振り分けられていくことになると思うが、うん、今行ったってちょっとあたふたしてしまうので、はい、ちょっとちょっとあの余裕あったらあの行ってね、まだ手助けしに行こうかなので、うん、だから、まあ、自分のできること、そうです、そうです、それはもう自分のやることやっぱりやらなあかんから、うんうん、まあ、僕はそういうふうに心がけてます、うんうん、もうなんだろう、大きいことってなかなかできない、そうやな、周りにね、うん、自分の周りでできる範囲で、うん、はい、この何て言うかな、人に優しくするだとか、うん、そういうことで、うん、もう相手の方が救われたら、うん、そのね、波動も全然変わってきますし、はい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 、やっぱりこの西川清さんの歌でね、小さいことからコツコツと、ほんまにその通りで、